どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はチャンギ国際空港に来ております。で今回ですね、マレからこのシンガポールに、ね、乗り継いで、ここから、今回、ね、ジャカルタにシンガポールから伺うわけなんですけども、フライト自体は明日なんですよね。ですので今日ね、多分チェックインさせてもらえないと思うんで、チェックインしてもらえないとどこかホテルね抑えて宿泊して、明日ね搭乗していくみたいなね、そんな感じになります。もしねチェックインさせていただけるようだったら、このね制限エリアでちょっとね一晩明かして明日のフライトね迎えたいななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、今回の動画ねこの感じでいきたいと思いますので、ひとまずね荷物をピックアップしなきゃいけないので、アライバルはねトランスファーじゃない、アライバルはこのスカイトレインに乗るみたいですね。ということは乗っていきたいと思います。なんだかんだこのチャンギ国際空港めちゃくちゃ来てるけど、初めてシンガポールに入国します。一応ねマレーシア入国のあの書類みたいなね一応揃えてあるんで、入国は多分大丈夫だと思うんですけども、あの TT トークンみたいなの購入しなきゃいけないんですよね。はい、動き出しましたね。これはシンガポールの街なんですね。初めて外の景色を直で見ます。綺麗ですね、道路も道も。ではちょっと到着まで待ちましょう。どこに向かえば、まあ、とりあえずアライバル向かって歩いていきましょう。はい、到着です。はい、アライバルありました。この看板沿っていきましょう。あーすごい広い。あ、ここはこの前来たターミナル、あターミナルじゃない、一番ゲートとかあるやつですね。では入国してくれ行きましょう。すごいイミグレーションめちゃくちゃでかいし、誰も並んでないですね。夕方にはあんまり到着便ないのかな。今午後の7時ぐらいなんですけども、では入国していきたいと思います。ということで無事ね、入国することができました。で荷物もねピックアップできて、事前情報だと、TT トークンとかいうのをね購入してなんかやんなきゃいけないっていうのをね、私がいつもね参考にさせていただいている、グローバル Wi-Fi の会社なんですけど、それが入国条件をね一覧で出していただいておりまして、国別に、まあ、それが書いてあったんでそれを確保したんですけど、事前申請してたものに関しては大丈夫みたいですね。お金かかんなかったです。ですので事前申請したのを見せて、ワクチンパスポートを見せて、あとパスポートを見せて、で無事0円で入国できました。ありがたいですね。良かったです。ひとまずねシンガポール航空に、明日のフライトなんですけどチェックインできますかって聞いて、ダメだったらちょっと考えようと思います。ということで行きましょう。なんとねファーストクラスと伝えたらファーストクラスラウンジでチェックインができるみたいな感じでね、今ねエスコートしていただいております。いやありがたい限りですね。大丈夫かな。一つ怖いのはね、明日のフライトなんですよね。お前明日かよみたいな感じにならないかちょっと心配です。以前ねチャンギは24時間ぐらいトランジットでいたんで、もしかしたら入れてくれると思うんですけども、ファーストクラスは別の入り口を設けられてるんですね。いやこれはすごい、さすがシンガポール航空のハブ空港ですからね、ここは。まあ成田空港の Z カウンターみたいな、そんな感じでしょうか。まあでもとりあえず今日利用できなくても明日は利用できますんでね。はい、ひとまずもうさっきのところでね、もう並んでるからここでやっていくみたいな感じで言われたんですけど、いやまあせっかくだったらねちょっとファーストクラスの入り口で行きたいですよね。せっかく乗りますし、もう次いつ乗れるか分かんないですからね。ではちょっと歩いていきたいと思います。ではこちらから行きます。 Thank you。 すげえ。ということでこちらでチェックインさせていただいております。いやファーストクラスとスイートクラスを使う人しかいらっしゃらないんで、私以外今のところお客さんは誰もいないですね。この高級感やばいですね。でチェックインねさせていただけるそうなんで OK です。これで制限エリアにいて、明日の夕方の便にね乗れるということで、まあ、今回ファーストクラスなんで、前回のファーストクラスランジのプライベートルームにずっと入れると
いやすごいですね。さすがシンガポール航空のスイートクラス、ファーストクラスのチェックインカウンター、本当にあれですね、成田の Z カウンターみたいな感じですね。ということで、もうしばらく待ちたいと思います。今ね、手続きしてもらってます。このジャカルタの先のねところまで、あの一緒のスターエアラインさんで一緒にね飛ばせないかをちょっと今確認してもらってます。はい、ということで、もうしばらく待ちたいと思います。いやすごい。ということで、無事ね、チェックインすることができました。いや、ありがたい限りですね。私明日のフライトですからね。はい、ということで、今ねこちらのファーストクラスラウンジで、チェックインさせていただいて、これからね、なんとあのファーストクラスのデパーチャーはねここなんですね。はい、見えます？やばいですね。ということで、出国審査行きたいと思います。で、今回ですね、あのストレートでまたジャカルタの先のねところまで荷物を送ってもらったんで、あの着替え等々を、ね、出して、それをね今リュックに入れて準備完了っていうところです。ということで行きましょう。いやすごいな、ここまでファーストクラスのディパーチャーが作られてるってすごいですね。では行きたいと思います。ということで、過去最速で出国審査を終えました。やばい一人も並んでないんで30秒ぐらいで終わりましたね。はい、ということで3日前ぐらいに来たシルバークリスラウンジ、こちらですね、行きたいと思います。では行きましょう。ということで、ファーストクラスラウンジに戻ってまいりました。いや、ありがたいですね。ということで、このラウンジはですね、朝の2時に閉まるそうで、ここはね、プライベートルームっていうファーストクラスラウンジの中でも、まあ、ある一角みたいな感じなんですよね。で、それで、ファーストクラスラウンジ自体は別にあって、そこは24時間やってるんですけども、ここは朝の2時までね、利用することができて、まあ、食事、あと飲み物、まあ、これ時間帯決まっておりまして、全部これにね、書いてあるんですけども、今の時間帯はね、ディナーということで、6時から夕方の6時からですね、一応終了時刻は書いてないんで、多分朝の2時までは利用できると思うんですけども、あのランチとかね、そういうものはまだ時間がね決まっているサービスというふうになります。で、オールデイとかでね、ヌードルとかも注文できて、まあ、今回私はですね、ディナータイムということでサラダとあとヌードル、こちらを注文させていただいて、あとねトマトジュースを注文させていただきました。で、こちらは2時に閉まって、ファーストクラスラウンジの方は24時間やってるんで、そちらに移動して、今回ちょっと仮眠を取らせてもらって、で朝になって、でまた朝食昼食利用させていただいて、夕方になったら搭乗っていった形で、まあ、本当にこのチャニング国際空港に24時間約でお世話になるという、まあ、こんな感じになります。いやでもね、ファーストクラスでこの時間、この長時間ね利用できるっていうのは、本当にシンガポール航空さんめちゃくちゃ優しいですね。はい、だってこれね、変な話、3時間前からしか使えませんよって言ってもね、いいところなんですけども、前日のね夕方からチェックインさせていただけるということで、24時間近くね前から利用することができるので、非常にありがたいですね。ということで、この食事して、でまた、シャワー浴びて、でしばらくここで仕事しつつ、でまたね、まあ、そこでおいおいね、あの仮眠とかの時間も考えつつですね、ファーストクラスラウンジの方に移動したいと思います。ありがたい限りですね。はい、ということで、こちらガーデンサラダですじゃなくてサーモンサラダですね。はい、まあまあ美味しそうですね。はい、ということでいただきましょう。本当にここはあの、ちょっとレベル的にラウンジっていうよりか本当にあれですよね、本当にレストランみたいな、そんな感じですよね。サーモンがめちゃくちゃ大きい、ちょっとそのまま行こうかと思ったんですけど、これは無理でしたね。ということで、いただきます。めちゃくちゃうまいです。サラダがね、いただけるのは本当にいいですね。ということで、ヌードルがね、到着いたしました。非常に美味しそうですね。このね、辛いソースをかけてもいいみたいですね。はい、いただきましょう。この焼きそばみたいな感じですね。上品なお味で美味しいです。とりあえずこれをいただいて、で、ひとまず仕事ね、したいと思います。結構ね、機内で休みましたので、体力が回復してますんで、ちょっと頑張れるところまで頑張って、っていう感じですね。で、明日朝起きてからまた考えましょうかね。ということで、ゆっくりいただいてお風呂行きたいと思います。
ということでデザートねおすすめしていただいて、ちょ、まあ、せっかくなんでねいただいてみました。いやめちゃめちゃ豪華な、ワッフルにストロベリーチーズケーキのアイスが乗ってて、その上にねポッキードームが乗ってるっていうね、すごいですね。でいただきたいと思います。いやこんななんかすごい豪華なの来るのちょっと予想してなくて、普通にアイスあのワッフルにねアイスが乗ったものだけが来るのかと思ったら、そういうわけじゃないんで、いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまいですこれ美味しい、うん、ぜひこのラウンジに来たらデザートこのワッフルのね月のアイスね頼んでみてください。めちゃくちゃ美味しいです。ということで食事が終わったらね、はい、シャワー浴びて仕事したいと思います。それではシャワー浴びました。まあ前回ねあの施設をお見せしましたので、あちょっと私が使ったタオルが見えちゃっても申し訳ない。はい、ということでひとまずねシャワー浴びて、歯磨きもしてもう寝る準備万端なので、ひとまずねマッサージルームみたいなのがあるんでそこに行って、もし休めそうだったら先寝て明日の朝早めに起きて仕事でもいいかなって思い始めてるんで、どんな感じか見ていきたいなと思います。ということで行きましょう。このねシャワールーム本当にめちゃくちゃいいですね。うん、これねアメニティもねすごいですよね。タオルからあのヒゲ剃り、歯ブラシ、もう香水までありますからねめちゃくちゃいいですよね。ということで出ましょう。ということでなんとですね、今回はこのプライベートルームっていうラウンジは午前の2時、まあ深夜2時にねこちら閉まるわけなんですけども、このマッサージルームだと思ってたこの部屋は、この場所っていうんですか、はい、入り口のね横にあるんですけども、ここはねプライベートルームだったんですね、完全な。はい、こんな感じでね、まあ、ホテルの一室みたいな感じでこういった感じで利用することができると。でここにね大きな鏡があって、ここにビジネスデスクがあって、でこちらのソファーがあって、まあ、ゆったりねくつろぐことができると。今9時半ぐらいなんですけども、明日のね、2時までありますよね。で基本的にはね1人2時間までしか利用することができないんですけども、まあ、もしね利用する人がいなかったら、まあ明日の朝2時までいていいよみたいなそんな感じでねお話をいただきました。私ねこのエリア普通にマッサージチェアがあって、まあ、ちょっと休めるみたいなね、まあ、そんな感じで思ってたわけなんですけども、まさかのねプライベートルームということで、いやこれはやばいですね。はい、私の荷物が映って申し訳ないですけども、本当に、はい、ホテルの一室ぐらいのねスペースが、まあ、こちらね利用することができるということで、いやー非常にありがたいですね。もう受付の方も私が明日の夕方のフライトっていうのをね全部存じてまして、はい、もしあの他の人が使いたいって言わなかったら明日の2時まで使っていいよみたいなね、まあ、そんな感じでお話をいただきまして、いやありがたい限りですね。でこちらのね、ソファにはですねこんな感じで毛布とスリッパまでね用意してあって、まあ、こちらねビジネスデスク、まあ、仕事とかねはかどる感じでできますよね。いやすごいですね。こちらには USB Type A と AC 2つがあります。で Wi-Fi 等々もね完備しておりまして、これ本当にやばいですね。はーい、ターキシアラインズのイスタンブールの空港もねビジネスクラス以上のね乗り継ぎだと個室のホテルの客室みたいなのね使えて、まあ3年前ぐらい私動画出しましたけども、まあ、それと匹敵するぐらいねめちゃくちゃいいですね。ということで、まあ、せっかくね個室でゆっくりできるということで充電等々してね、ひとまずちょっとね休みたいと思います。まあ、あの利用できたとしても、まあ、深夜の2時までしかね利用することができないので、まあ、大体あと4時間ぐらいしか利用することができませんので、まあ、ちょっとね軽く一休みねしたいと思います。いやーめちゃくちゃすごいですね、ありがたい限りです。ということでちょっとこちらのソファーでねゆっくりしたいと思います。ということでセットできました。毛布をねかけましてこんな感じでいいですかね。はい、ということで今日のところはおやすみなさい。4時間ぐらいでねあのここから出なきゃいけないので、まあ、それまでちょっとねゆっくりさせていただきたいと思います。おはようございます。ただいま2時23分でございます。当初ねこの部屋は午前2時までしか利用することできませんって言われてたんですよ。で午前2時にちょっと前ぐらいに目覚めて、
で聞きに行ったらですね、あの他の人も使ってるからもうずっと使ってていいわよみたいな感じで、あのお話をいただきまして、ということでここはねずっと使ってていいそうです。ありがたいですね。はい、ということで、でもどうやらねこのシートはリクライニングできないみたいですね。なんかできそうな感じなんですけどね、なんか見た目はなんかね、ちょっとなんかガクってやればこうパタッみたいな感じになればめちゃくちゃ最高なんですけど、うん、どうやらならないみたいですね。うん、でね、ちょっとたまたまねもう一個奥のね部屋をね見せてもらったんですけど、隣ねベッドありましたいやーベッドが良かったですね。うん、多分空いてなかったんだと思います、私が利用しようとした時にね。だから今後利用される方、タイミングがいい方はね、ここで個室でベッドで寝れてしまうっていうね、はい、もうターキッシュエアラインズのあの感動再びですね。いやーすごいですよね。ということでちょっと準備してファーストクラスラウンジの方に移動したいと思います。ということでファーストクラスラウンジ入ってきました。やはりこちらはあれですね、セルフサービスで、これはシャンパンかな、ワインか、ワイン、はい、利用できます。でお酒も各自自分たちで利用できるんですね。で注文すれば他のものも頼めると。で今ラウンジは誰もいないですね、はい、こんな感じになってます。でソフトドリンク、コーラ、お水等々あります。あと紅茶とか、今食べ物は出てないですね、まあ、深夜なんでね、まあ、こういうのがやっていただけますよと。でこちらにお水、あ、ビールとかもちっちゃいサイズでありますね。 あとハーゲンダッツもあるんだ、すごい、さすがファーストクラスラウンジで。あとパン、これは今も多分大丈夫でしょう。あとフルーツとかあります、はい。であとはコーヒーマシンと、やはり TWG ですね、はい、っていう感じです。あ、かなり広いですね。でこっちの方にも、あ、生ビールも飲めるんだ。ちょっと生ビールは銘柄が分かんないけど生ビールも飲めます、すごい、はい。でこっち側にシャワーとかありますね、はい、そんな感じになってます。いやこちらもめちゃくちゃいいですね。私が行ったさっきのね、あの休んだところもね、ここの奥にねありましたね、はい。ですね、こっちも利用できると。まあこっちだとまあ24時間やってるんで、こっちの方がいいかもしれないですね。ということでコーヒーをいただいて仕事していきたいと思います。ということでこのね個室っぽいところにね、やってきて、ここにね USB とかAC とかね、地位充電までありますんで、かなり利用しやすいですね、ここ、はい。ということで、ここでちょっと仕事頑張りたいと思います。今ね、3時ぐらいなんで、ひとまずせかせかと仕事して、はい、朝になったらね、朝食等々ね、いただきたいと思います。こっちのファーストクラスラウンジエリアもね、非常にいいですね。今もう誰もいらっしゃらないんで、かなりね、利用しやすいです。でこの時間になってもね、まあ、食事等々はないですけども、飲み物はね、まあ、いつもいただけるという状況になっております。ですね、シャンパンとかビールとかね、まあ、そういったものもね利用しようと思えば利用することができるという感じで、まあ、この場所もねいいですよね、うん、なんか眠たくなったらこのままここ寝れますよねここも多分ね、今年の何月かに新しくね、新しくまあリニューアルオープンした場所だと思うんですけども、いやすごいですね、はい。あとでねビジネスエリアもちょっと見たいですね、はい。ということで仕事頑張りたいと思います。それでは先ほどねなかったここら辺のね、なかったと思うんですけどクッキーとかね、セットされております。あとここら辺は先ほども多分あったと思うんですけども、はい、チーズとかヨーグルトとかね、パンも電源が入って回っております。でこちらですね、ベーコン、これちょっとね分かんないです。あとここら辺ね、
お米ですかね。あとヌードル、あとこれはちょっと分かんないですね。ライスケーキって書いてある。あとゆで卵とエビ、あとラクサとかも頼めるみたいですね、はい、でここら辺にラクサのグレビーソースだったり、はい、マッシュルームスープだったりいただけるそうです。いやいいですね。ということでいただきましょう。ということでいただきたいと思います。思った以上にお腹が空いててお腹グーグーです。ということでいただきます、ラクサと、ちょっと映像を出しておきますけども、あ、ちょこちょこいただいてまいりました。いやめちゃくちゃ美味しそうです。ではちょっとラクサから、多分これはねこの前食べたラクサと同じだと思うんですけど、間違いないですね、うん、めちゃくちゃ美味しいです。これはカリカリベーコン、このカリカリベーコンは本当にバンコク共通ですね、うん、どこに行ってもありますね、うん、ソーセージのね、あとこちらね、はい、これ何なの、ちょっと何か分かんないな。カレー風味で美味しいですよね、はい、あとお米ありましたね。これはなんか炊き込みご飯みたいな、うん、だいぶアジアンテイストが強いですけど、でも美味しいです。今ね朝の5時ですからね、めちゃめちゃ健康的な生活してますね、起きる時間だけで。こちらねトマトジュース、ひとまずこれを食べて編集の続きね頑張りたいと思います。皆さんおはようございます。ということで、あれからですね仕事をしつつこの体勢で寝つつという感じで、今ね1時47分になりました。でね、ちょっとねシャワーを浴びておきたいので、ひとまずね仕事はね一段落しましたので、ちょっと今紅茶をね、せっかくなんでね TWG の、はい、紅茶をいただいてきましたので、こちらの紅茶をいただいて、ちょっとシャワーを浴びて、でプライベートルームの方にまた戻って、その前に一回あれ見たいですね、ビジネスクラスエリアのラウンジも見たいですね、はい、ということで、ビジネスクラスラウンジのラウンジをちょっと見つつ、でまたプライベートルームに戻って、でそこでゆっくりしてから搭乗っていうね、感じでいきたいと思います。いやこのね個室ブースねめちゃくちゃいいですいやねお手洗いがねすぐそこにあるんで、あの一人旅のね辛い部分なんですけど、あの本当にね荷物を見ててもらえる人がいないんで、まあここファーストクラスラウンジなんでね、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、やっぱり不安は不安なんですよね、手荷物をそのあのないっていうのはね。ですんでね、トイレが近いっていうのは本当にもう本当にサッて行ってサッて帰ってくるぐらいのねまあそんな感じでね利用させていただいております。はい、ということなんで、ひとまずこのTWG の紅茶をいただいてシャワーを浴びて、明日ねまた空港泊になると思うんで、明日の空港はねちょっとここまでねちゃんとした設備じゃないのと、次はビジネスクラスなんで、はい、ですんでねこっちはちょっと浴びておきたい。まあ明日も多分浴びると思うんですけども、ちょっとね寝て髪の毛もぐちゃぐちゃな部分もあるんでね、っていう感じでいきたいと思います。ということで紅茶、今ねコーヒーマシンがねぶっ壊れてまして、コーヒーがねサービスできないみたいですね。ああ美味しい。ということでビジネスクラスラウンジの、ね、エリアに来ました。いやもう本当にあれですね、別世界ですねなんかもう前と全然違いすぎても全然わかんないですね。ということでビジネスクラスラウンジの、ね、エリアに来ました。いやもう本当にあれですね、
別世界ですね。なんかもう前と全然違いすぎても全然わかんないですね。ひとまずセンターのところに食べ物が出されるのと飲み物、まあこちらの飲み物ですね。でこちらに食事エリアがあって、今はねサービスされてないみたいですね。時間帯による提供だと思います。でこちらにコーヒーマシン等とあって、こちらがお酒エリアと、まあここはあれですね、はい、置いてあるものは結構似てるかな、うん、はい。でこんな感じで頼むことができると。ちょっともしかしたら市場有料かもしれないですね。あ、こういうのが書いてあるんですね、サービスはこの時間だよっていうの。ちょっと奥まで行ってみましょうか。いやー全然違うな。昔鏡張りだった気がするんだけどな、こんなあの吹き抜けになってなかった気がするんだけど、気のせいですかね。あ、で個室席みたいなのもあるんだ。空いてる席あるかな。あ、はい、こんな感じで、まあ、こちらはねファーストクラスラウンジでも同じだと思いますけども、こういった個室席もありますね。いや、いい、いやー雰囲気だいぶ変わりましたね。すごい明るくなりましたね。前は結構薄暗かったイメージですけども、で中央部分に料理エリアがあるみたいな、そんな感じでしたけど、変わったんですね。いやーすごい。で反対側にもねあります。ビジネスクラスランジエリアにはこんな感じでね、ビジネスクラスって書いてあります。で反対側にもあると。いやここも全然雰囲気違って、もう全然わかんないな。ここが前のどこら辺なのかも全然わかんない。すごい変わりましたね雰囲気。あ、こちらで食べ物等々がサービスされてる感じですね。反対側には食事サービスされているんですね。はい、時間帯によってあっち側のサービスがあるかないかっていうところですね。あ、サラダがあるんだ、いいですね。向こうにはサラダの提供がなかったんで、いいな。でサンドイッチがあると。あ、これもいいですね、はい、手軽な感じで食べれるのは非常にいい。でこちらは何だ。あ、こちらラクサがいただけるんですね。はい、その場で作ってもらえるパターンのやつですね。まあ食べ物はそんなに変わらないですかね、はい、向こうにあったものと。あ、ちょっと違うものもありますね。カツカレーみたいなのもある。あとお米と、これはあダックですね、カモですね。ラザニア的な、であとはシューマイ的なやつですかね。あとこちらはスープですね、チキンマッシュルームスープになってます。あ、でこちらに飲むのがあると。はい、先ほどとそうですね、提供されているものはプライベートルームとは違いますけども、ワイン等々は一緒だったと思いますね。はい、飲み物もタイガービールもあります。いいですね、タイガービール飲みたいな、一回も飲んでないですね。あ、広い。はい、こんな感じで広いですね。でも前という先ほども言った通り、もう全然雰囲気は全く違いますね。さらに奥まで席があるんだ、すごっ。わあすごい、やっぱりそうですよね。いや、このビジネスクラスラウンジってめちゃくちゃ広いんですよ。ここはなんとなく見覚えがあるようなないような感じですね。はい、ということでせっかくなんでタイガービールだけいただいていきましょうかね。ということで座席の方に、ね、着きました。いやー、もう前回使ってたラウンジで本当に雰囲気全然違いますね。うん、高級感がさらにアップした感じですね。いやー非常にこんな
いや大改装がね行われたっていうのは空港系のねニュースで拝見してたんですけども、こんなすごいとは正直思ってなかったですね。はい、ここビジネスクラスラウンジ、ファーストクラスラウンジ、あともう一個ねシルクフライヤーラウンジだったかな、あのステアラスゴールドで入れるラウンジってあるじゃないですか、それ別なんですよね。ここはビジネスクラスラウンジということで、ステアラスのビジネスクラスを乗ってる人しか基本的に入れないです。ですのであのエコノミークラスでステアラスゴールドを持ってる方もここは入れないです。ここでステアラスゴールドでね利用することができれば非常にいいんですけども、残念ながらねここは利用できないということで、まあ、以前ね ANA ダイヤモンドだとなんか使えるとか使えないとかっていう噂がありましたけども、前回確認したところ今は全てあのステアラスゴールドの方はステアラスゴールドのラウンジですね、まあ、そちらに案内しているということでした。いやここねいいですね。3年前に使った時とはもう雰囲気も全然違くて、間取りも全然もうあれですね、分かんないぐらいですね。はい、ちょっと寂しい感じがします。ちょっとまた同じラウンジをね3年ぶりに見たかったみたいな、まあ、そういう気持ちもちょっとあったんですけども、まあでもね非常にね快適になっておりますし、多分おそらくねあの昔ねここのコンセントねあれだったんですよ、あのシンガポールのコンセントしか使えなかったんですよ。それで私ね積んだんですよね。であの USB かとかもね買いに行った覚えがあるんで、多分そういうのもね先ほど見た感じだと改善されておりましたので、まあ、さらにねパワーアップした感じですよね。はい、ということでタイガービールがですねありましたんで、しかもこのビールサーバーがありまして、ビールサーバーが出られているのはタイガービールということでいただきたいと思います。ここもねあの受付の方にちょっとファーストクラスなんですけど見ていいですかって言ったら快諾していただいて非常にありがたいですね。でここにもねシャワーブースがありますので、シャワー浴びていかれるのもね非常にいいんじゃないかなと思います。はい、ということでどうしましょうかね、プライベートルーム戻りましょうかね。あとね搭乗まで、まあ、約2時間ぐらいあるかな。はい、一応ターミナル等々を確認してゲートも確認して、まあ、ちょっとねこの空港めちゃくちゃ広いんでね、本当に14時50分発なんですけども、あ、14時じゃない、16時50分発なんですけども、本当にね30分前ぐらいにはねここ出たいと思います。あの前回同様ね、あのこのチャンギ国際空港は手荷物チェックはね搭乗前にありますんでね、ここもあの時間がねある程度かかるかなと思いますので、ちょっと早めにね行きたいと思います。いやー雰囲気変わりましたけどめちゃくちゃ良くなりましたね。はい、本当に3年ぶりに来れてねめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということでプライベートルームね戻りまいと思います。ということでプライベートルームにね帰ってまいりました。いやー本当にチャンギ国際空港のラウンジは本当にすごいですね。うん、ありがたい限りです。ということでここでねあと2時間ぐらいありますんで、仕事の続きもしつつちょっとねゆっくりもしつつ食事もねいただきたいなというふうに思いますので、こんな感じでやっていきたいなと思います。いやこのプライベートルームね本当にすごいですね。うん、非常に雰囲気が良くてありがたいですね。はい、ということで仕事しつつゆっくりしつつ過ごしたいと思います。ということで あんまりねがっつりした食事はねいただかないつもりだったんですけど、ちょっとこのホタテがめちゃくちゃ美味しそうでちょっといただいてみました。めちゃくちゃ美味しそうですね。これ片焼きそばの上にホタテがね5つドカンと乗っている感じですごいですよね。めちゃくちゃ美味しそうで、このね卵スープをねかけていただくみたいなんで、ちょっとね画像は出しておきますね。ということでいただきたいと思います。まあね、炭酸水をいただいております。ではいただきます。これをねかけていただくということなんで、まあ、これをかけてほぐしていただくみたいな、まあ、そんな感じでしょうか。センスがないですけども、うん、出来上がりました。ちょっと一緒に、ね、サラダを食べたくてサラダ注文しました。 Thank you Thank you ということでガーデンサラダですね。はい、ちょっとね先ほどビジネスクラスラウンジでサラダを見て、あ、サラダ食べたいと思って注文しました。あとねごまどれが一緒に来るんですね。はい、まあ、私はちょっとドレッシングはかけないでいただこうかなと思いますけども、ちょっと青臭かったらねあれしますけどね。はい、ということでいただきます。
この子縦やばいですね、この大きさ。うん、これはあれなのかな、ナイフで切ってスプーンでザクザクいって食べた方がいいかもしれないですね。お隣ちゃんのね、ベビーちゃんがすごいかわいいかわいい、なんかね、こだわりがあるみたいで怒ってます。めちゃくちゃ美味しい。これ私は本当にね、日本でいう卵スープみたいな感じですね。うん、日本人の方のね、お口にも合うと思います。あんまりアジアっぽい感じのお味はしないですね。うん、日本人寄りの、あの鶏ガラスープみたいなね、そんな感じがいたしますね。うん、あとはサラダいただきましょう。ちょっと青臭いのこれ。いただきます。うん、ちょっと青臭い部分多いので、かけていただきましょうかね日本だとなかなか私かけて食べないんですけど、気休め的なね。いただきます。美味しいですね。はい、ということで、あとはね、ゆっくりいただきたいと思います。いや、ここね、本当にマイル貯めて、皆さんね、利用されてみてください。本当にめちゃくちゃすごいです。ですけども、日本からシンガポールだとこれ利用できないんで、シンガポールから東京の路線ですね、ぜひ取ってください。ですので、あの往復ですね、多分14万マイルぐらいかな。で、8月から確か 10% アップするんで、14万4千マイルか15万4千マイルかちょっとかかるかもしれないですね。はい、7万7千、14万8千マイルかな。はい、いけると思いますけども、ひとまずここのラウンジはシンガポール航空発のファーストクラスを利用しないとここ利用できないんで、そうですね、はい、まあ行きはあれですけども、帰りにね、ここを利用するっていう感じですね。いや、ぜひね、ここを利用してみていただければなと思います。できればね、あのチェックインも前日の夕方ぐらいにして私みたいにね、あの空港泊していただくのもね、いいのではないのかなと思います。おそらくね、させてくれると思いますんでね。ということで、あとはゆっくりいただいて、そうですね、あと1時間ぐらいありますので、まあ、ちょっとゆっくりしつつ、今仕事しつつ、だらだらしつつ過ごしたいなと思います。ということで、こちらがね、今回お世話になりましたプライベートルームというラウンジです。あれ、ロゴがどっかにあったんですけど、ないな。 Thank you。 こちらですね、プライベートルーム、非常にお世話になりました。ということで、まだね、搭乗まで50分ぐらいあるんですけども、このね、チャンギ国際空港で、ね、ちょっとある程度見ていきたいなと思いますので、ちょっと歩いていきましょう。ということで、このチャンギ国際空港はですね、結局このシルバークリスラウンジっていうのは、スタイランスグループのビジネスクラスだけね、利用することができるということで、私みたいにですね、SFC 持ってる方いらっしゃいますよね。 SFC 持ってる方はですね、またね、別のラウンジがね、提供されているっていった形になります。そのラウンジがどこになったんだろうな。多分ここら辺に、これもね、改装されたと思うんですよね。はい、今ね、ちょうど2階部分にいるんですけど、いや、懐かしいな、サッツラウンジ。ここ3年前に来ましたね。はい、多分ここら辺でサムネイル撮った動画が多分あるんじゃないでしょうか。はい、ここもサッツラウンジでね、ありますね。もしかしたらね、今やってないのかな。昔ね、スタイランスゴールドのラウンジがここにね、あったんですよ。シルバー、クリスフライヤーラウンジっていうのですんで、もしかしたら場所は移動してるのか、今改装中なのかもしれないですね。いや、ここもね、プライオリティパスで入れますんで、まあ、次回ね、また入っていきたいなと思います。あ、こっちに移転したんだ。はい、ということで、こちらにね、クリスフライヤーゴールドラウンジ、こちらが SFC、まあ、スターアイランスゴールドで入れるラウンジっていった形になります。あ、場所も変わって、こちらもリニューアルされたんですね。はい、次回ここを利用したいなと思います。あー、ここも変わったんだ。場所も変わったんですね。ちょっと先になった感じですね。これチャンギ国際空港っていうのは、ちょうどね、1階部分がここにあって、こんな感じで、で向こうにね、 BC のね、ゲートがあって、まあ、ここのね、下のエリアが
まあ、いろんなねお店がショップが並んでるっていう風になっておりまして、でこの2階部分がですね、はい、ラウンジがね数多く点在している感じですね。ですのでこっちから言うと、クリスライヤーラウンジがあって、プライオリティパスのラウンジがあって、でクリスフライヤーのラウンジっていう感じですね。まあこういった感じで、分かれてるんですね。ということでちょっと歩きながら搭乗ゲートの方見ていきましょうか。なんか一時はね全然何もやってないみたいなね、そんな話もいただきましたけども、今はもう全部やってますね。はい、閉まってるところの方がないですね。いやいい。ということだって今4時2分なんで、4時半ぐらいにはねゲートに着きたいんで、さっきねプライベートルームの方にねもう行っちゃうのみたいな5分前にアナウンス入るからここにいていいよみたいな非常に優しいですよね、本当にね、ありがたい限りです。はい、これは免税店ですね。こっちも免税店ですね。はい、いやどこも閉まってないんでいいですね。昔はユニクロとかあったらしいですけども、どうなんですかね、なくなっちゃったのかな。まあチャンギ国際空港といえばね、本当にあの座席エリアはね別にラウンジ内じゃなくてもね非常に充実しているということで、あの座るエリアがねちゃんとできてて、はい、ここら辺で寝てる人も多かったですし、私も一瞬寝ようとして結局寝れなくてみたいな感じで移動したのも覚えております。いやいいですね、ちゃんと滑り台もあるんでお子様たちもね楽しめるんじゃないでしょうか。これはすごいですね。でお子様連れでもね十分楽しめる感じですね。ではこちらは BC ゲートの方面になりますけども、いやお店も全部やってますね、いいですね。はい、ブルガリ、フェンディ、あとはここはお化粧品ですかね、はい、ダーティーフリーナ、バレンシアガとかサマンサダバサありますね、スワロフスキーで、ここら辺はフードコートが広がってる感じですかね。上の階下の階はお店になってますけども、下の上の方はねレストランとかなってます。楽しいですね、いてソニーストアがあるソニーストアがありますね。でももういいですねとりあえず今回の旅ではもうあのバッテリーチャージャーはあのバッテリーをね3つゲットしてなんとか普通にそれで運用できてますんで、もういいでしょう。そんなにねもうこの先ねあんまり長くないんでね、いやもっと早くね出会いたかったっすね、ソニーストアね、絶対売ってるでしょこれだったら。はい、ソニーストアねあるのは知ってたんです、チャンギ国際空港に。ちょっと見てみましょうかせっかくなんで。やはりねチャンギ国際空港には私の欲しいバッテリーチャージャーがありましたね。でも日本で買うより7000円ぐらい高いですね。まあしょうがないですね、うん。はい、ということで、いやいいな、こっちはアニメショップ的な感じですかね、うん。ちょっと今回ねあのプライオリティパスのねラウンジはちょっと行けなかったんで、ちょっと次回には行きたいですね。はあ、ここはあれか、 B と A の境目ですね。いやいいな、ということでとりあえずゲート確認していきましょうかね。いやでもいいですね、こんな活気があって。でも空港内はねやっぱマスクしてる方多いですね、うん。多分外出たらそんなことないんでしょうけど、やっぱ室内はしてる方が多いですね。ということでちょっとねゲート見に行きたいと思います。多分ね前回表示されたのも結構遅かったんで、まだ見れないかもしれないですね、ゲート表示も。行きたいと思います。